も買い占められてるなんて許せない。買い占め犯ども、生きて帰れると思うなよ。カイさん、いました。買い占め犯です。あいつら F 正体か。俺の肉パンを返せ。何しやがる。俺たちは味方だぞ。大変だ先輩。喧嘩です。止めてください。みんな死守だ。ミネルヴァ隊長のベーコンだけは敵に渡すな。バカ者が、そんな雑な積み方をして焼きたてのパンが潰れるだろう。ほらほら、このハムもジャーキーも俺様に返してやがれ。やめー。この山と積まれた物資、クリステル、お前が手配したのか。そうでありますミネルヴァ、これは一体どういうことだ。我が隊がこの町で確保した物資をお前の部下が略奪しようとしたのだ。先回りして買い占めたてめえらが悪いんだろうが。全て私のポケットマネーを使い正当な手続きで購入した。何が悪い。金に物を言わせて町の食料を買い漁るか。さすが騎士道精神の持ち主はやることが違うな。そうね、反連邦感情をかきたてる可能性もあるわ。司令部に報告を。待て、なるほど、確かに騎士には慈悲の心も必要だ。哀れな異正体にチャンスをやろう。我らは誇り高き連邦兵、模擬戦で私有を決しようではないか。万が一お前たちが勝てば食料を分けてやる。まあ 1000% 無理な話だがな。いい正体ごときに情けをかけるとは、さすがミネルヴァ隊長、器が違います。何としてでもパンだけは奪還する。クロード、戦闘準備だ。仕方がない、やるからには勝つぞ。いい正体出撃だ。おや、食い物の恨みの深さ思い知らせてやる。アロンライト、配置につきました。奴らの様子が丸見えです。エクスカリバー、了解。敵に敵の位置を報告せよ。行動が正確で素早い。さすがだな、クリステル。私がやらずに誰がやる。総員、我に続け。さあ、私についてこい。
行くぜ。開始だ。敵発見。突入。我が F 小隊に勝利を。この攻撃、防げるものなら防いでみろ、クロード。大事だぜ。正義は勝つ。よっしゃ、取ったぜ。
とうとう俺たちのベーコンがこの手に。長い戦いだった見ろこのパンまだ温かいぞしょぼくれた F 小隊か、いい魚になるぜ。ってなんだよ、酒は調達してねえのか。 F 小隊はお子ちゃまだね。ミネルヴァ隊長にこのような屈辱を。私は自分が情けない。ミネルヴァ、勝負が終わればノーサイドだ。こちらに来て一緒に食べないか。ろくにマナーも知らない E 小隊の連中と誰が食事など。ああ、確かにマナーは知らねえかもな。だが飯をよりうまく食う方法は知ってるぜ。ほらよ、俺様が調達したバーボンだ。焼きたてのベーコンをつまみに飲んでみろ。な、こんな日の高いうちから酒盛りなど。昼から飲むからうまいんじゃねえか。 F 小隊にも分けてやる。ほら、一杯付き合えよ。パンは熱いうちに食え。過去の偉人もいいことを言ったものだ。ほら、こうしてパンにベーコンを挟んで。マスタードは多めでいい？ミネルヴァ隊長。いや、よし、今日は E および F 小隊の共同レクリエーションだ。楽しい模擬戦の後は親睦を深めるための食事会がつきもの。多少の飲酒は許されるだろう。たく素直じゃねえな。いちいち理屈つけねえと酒も飲めねえのかよ。うるさい。さあ、それじゃあ改めてみんなで乾杯をしよう。レンジャー部隊に乾杯。なんだよミネルヴァ、あんたいける口だったんだな。ふん、たしなむ程度だ。よし、そんなら今日はとことん飲ませるぜ。だからたしなむ程度だと。ああ、焼きたてパンに炙ったベーコン、至福の取り合わせだ。ブッシュの中にクッキーも入ってたわ。私は紅茶でも入れようかな。僕の分も頼めるかい、レイリー。もちろん。あれ、この風、まさか。雪だ。バカな。この日、僕らは頭上に最も恐れていた敵の先兵を見た。誰も予想だにしないほど早い時期の降雪だ。舞い落ちる雪は帝国に冬が訪れたことを告げていた。